こんにちは。輸出サポーター、堀秀夫です。私が輸出サポートで実現したいこと。奴隷解放宣言。私が転売ビジネスのサポートを始めて、もう10年を超えます。著者にもなりました。2010年に輸入ノウハウの本。2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。 およそ30回も転職を重ねた、飽きっぽかった私が、なぜ10年も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。何人かの、私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃない、と思った人に、 輸出ビジネスのスのキルを教えたい何人かの社畜を救いたいその願いは叶って何人かの人は社畜から脱出済みです誰かが喜んでくれて私も暮らしていけるなら転売サポートを続ける意味があるそんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば自由に暮らせます 私は旅行が好きなので海外を旅行しながら輸出サポートをして暮らしています。アメリカのナパバレーのオーパスワンのワインセラー見学。こちらはシドニーのオペラハウス。今現在この動画もシドニーで収録しています。ギリシャのアテネでセグウェイツアーに参加しました。こちらバリ島のホテルのカフェからビーチを覗いているところです。 ドバイで泊まったホテルのプールからの眺めと通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかりますところがアマゾンを使えばわずか半年で結果が出ますやることは買い物した商品を高く買ってくれる人に売るたったこれだけですシンプルな方法ですし日本で仕入れて伸び盛りのオーストラリアアアマゾンで販売すれば 半年でで自力で稼ぐスキルが身につきます日本人なら自力で稼ぐ力を身につける必要があります。輸出スキルのない日本人には厳しい未来が待っています。後継期は来るのか日本の人口は右肩下がりに減っています。そして老人ばかりが増えています。そんな中、日本の 出版は、出版販売額、書籍ですね。本の販売数も減っています。日本で本が売れないのは Amazon のせいばかりではありません。ビジネスモデルが悪いだけでもない。人口が減ってお金を払える人が減ってるわけですから、市場が小さくなれば売り上げが下がるのは当たり前です。ビジネスは厳しい。では次に、老後。 年金で暮らせるのか年金支給開始年齢、一律引き換え、引き上げ、考えず、70歳超えの選択制を推進と。こちらは、年金をね、一律引き上げのはちょっと無茶だから、まあ、まだ時期早生だということでね、選択制ということにしました。そして、年金改革法、成立しましたと。で、この中で、 さりげなく、ね、制度の持続可能性を高め、持続可能性を高め、裏を返すと、現在の制度は持続できる可能性が低いということです。もはや年金は、老後暮らせるか、ね、いくらもらえるかという問題ではなく、年金制度が存続可能かの問題になっています。そんな年金を当てにして、老後計画を立てるのは、 無謀というほかありません。では、景気は悪くなる。年金も,もらえない。じゃあ、稼ぐ力をつけなきゃとなるんですけど、資格を取ったら、ね、稼げるか。人生変わるのでは。弁護士資格を取ったら、人生変わるのではと。ね。残念ながら、弁護士資格も役に立つこともありません。こちら、弁護士資格を取った、ね、人たちの収入の推移です。 高収収入入のの人人はガクガクク減っていってて、てい低がが増えているという現実があります。弁護士の給料半減年収2 3 0 0万円も当たり前の悲惨な現実と、えー、弁護士資格を取ってもアルバイトのコンビニの店員あるいは居酒屋の店員と変わらない給料しかもらえないというのが現実です。 これが日本最難関の資格、弁護士資格も所得を上げる効果はほぼなし、ね。勝負する場所、稼ぐ場所を日本に限定すると優秀な人でも生きるのに必要な額を稼ぐのが難しい。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。輸出ビジネスの魅力。私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。私は インターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月表をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけて それを突き詰めるのが成功率の高い稼ぎ方です。だから、日本に住んでいて、日本語がわかるという、日本人なら,日本人なら当たり前のことが、稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は、初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間、物販サポートを続けることができています。何人かの社畜を救いたい。 その願いをもっともっと叶えたいです。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で好きな場所で好きなように暮らせるチャンスが到来です。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。オーストラリアで高く売れる商品やサポート内容を紹介しています。またね、今動画を見ててここをクリックしても何も始まんないじゃんと。 何も変わんないよという方はね、えー、動画の説明欄に URL がありますので、そちらをクリックして Amazon 出サポート申し込むページを見てください。以上、輸出サポーター、堀秀夫でした。